イエール大学へ、医科大学予備生として入学するが、俳優を目指し始めた。俳優になることに協力的でなかった両親を尻目に、演劇家へ、方向転換にし、卒業後も演劇を続ける。ダイアン・キートンとの共演作を含むいくつかの舞台に立ち、1977年には、ダニー・アイエロ共演のコメディ舞台で、ブロードウェイデビューを果たす。後に、 映画やテレビドラマなどにも出演し始め、かつて NHK で放送された青春ドラマ、素晴らしき日々では、フレッド・サベージ演じる主人公のケビン・アーノルドを時に苦しめる厳格な体育教師、カトリップをユーモラスに演じて、エミー賞コメディ部門ゲスト男優賞にノミネートされた。映画にも数多く出演しており、1980年代からは、 ジョーダンテ監督作品の常連俳優として出演している。1995年から開始した人気テレビシリーズのスター・トレック・ボイジャーではドクター役としてレギュラー出演した。2004年には来日しラフォーレ原宿で行われたファンイベントに参加している。人気テレビシリーズチャイナビーチでも医師役を演じるなど2000年代以降は主に テレビドラマを中心に活躍している。2004年からはスターゲートアトランティスに司令官役としてレギュラー出演した。1984年に結婚したが2012年に離婚している。二人の子供の父親、ありがとうございます。